テアンデバーロー、うん、帰ってきました。帰ってきました、はい、今回釣った、はい、お魚さんはこちらです、はい、でかいね。ニジマス。この上3匹とか、でかいですね。結構な大きさあるね、うん、全部ニジマスよね。うん、あそこニジマスだけだって今、うんうんうん、で、ちょっとこのでかいの3つ塩焼きにしようか。ほう。で、これを見て、あ、土鍋だ。土鍋で、ニジマス飯。おお。いいね。ドゥナベ。鯛めしならぬ。鯛なめんてつい。ならぬ、ニジマス飯、はい。これね、1年前か2年前して、ねうん、めっちゃ美味しかった記憶があるから、はい、再びやってみようと、もう味忘れたけどね。しようよ、ね、うん。ちょっと味が薄いっていうイメージがちょっと残ってた。そうそう。いや、違うよ。あれね、何だっけ1回、2回したち、鯛めしの時に味が薄かったから、ニジマス飯の時に、はい、なんかね、味の素入れたんじゃん。だから味の素入れちゃいけないんだ俺ら。怒られる。怒られるんだ。で、味の素と醤油、うん、みりん、酒とかかな。ああ入れてきましたね。白だしとかも入れよった気がする、うん、結構だしを入れて、米といだやつにそのだしとか入れて、にじますを軽く焼いて上に乗せ て,、はい、乗せて完成やったね、はい、じゃあちょっとやっていきます、はい、で、こいつをさばくに必要なものは、はい、まずペンチです。ペンチさばくんじゃないんですか。さばくんじゃないんです。これエラをね、外側から、はい、こうエラを外側から挟みます、はい、こうやって、はい、で、くるっと回してる。お、出てきた。これで、オッケー。で、上の、上に血合いがここに入ってるから、そうですね、この血合いをゴシ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 と、そしたら血がこう出てきます。こんだけでいいでしょう。じゃあ軽く処理簡単っすね。処理簡単よ。あ、鱗取り、うん、軽く。トラウトって鱗どうなんだろうね。このくらいの大きさになるとあるのかな。あると思います。鱗自体あるのかな。やってみましょうか。あるかな。一応あるか。あ、あるよ、あるよ。結構あるね、あるね。ほんとやね。結構あるよ。ほんとやね。ちょっと塩焼き楽しみだね。はい。かぶりつきたいね。うん。刺身はさ、一回なんかご飯屋さん、うん、で食ったことあるけど、俺ぶっちゃけ苦手だった。あれですよね、骨ごと切るやつですよね。なんて言って粗いじゃなくて、ゼイゴじゃなくて、セミシみたいな。なんか言いますよね。セセリじゃなくて、なんか言うもんね。なんだっけな。セゴシ。あ、セゴシ、セゴシ。セゴシ。そう、セゴシ言うやん。セゴシ。セブミタケルか、セゴシ言うじゃない、どっちか。臭くない。全然臭くない。そう、すごいよ、うん、全然臭くない。無臭、匂いがつかない、無臭だよ。まず米を研がないといけないね。米4合ゾーン、はい、で、まあある程度水入れて、土鍋に入れる。それで測ってる、ね、こっちですでに測った状態で、おー、頭いい。土鍋にドーン。それでは焼いていきましょう、はい、このさ、あのご飯の上に置くやつも、うん、一旦ちょっと焼いてからやらないといけないんだよね、うん、それを先にちょっと焼いて、それを3匹、ちっちゃいやついく、あ、ちっちゃいやつを3匹軽く焼いていきます。次に、はい、次にご飯に味付けをしていきます。はい、炊き込みご飯チップにするので、まず、みんなが大好きな、はい、味の素を入れます。本だし、おー、さあ、これ入れたら怒られる。あんまり入れすぎたら怒られるから、はい、ちょっとだけ、はい、ちょっと、はい、はい、だし、はい、ちょっとだけ入れます、はい、だしの素。いや、これでもちょっとやろ、もうほんとちょっと、半分の半分ぐらいしかの、ああ、そう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 、ちょっと入れて、まず味の素をある程度入れて、はい、みりん、酒、あ、醤油担当、俺、うわ、やばい、みりん、しじみ汁、しじみ汁は、あ、でもうまそう、うまいと思うよ。大さじ、はい、オッケー、1杯分、はい、醤油もこんくらい、オッケー。これでもうまいんじゃないですか。うん、これでうまいと思うよ、うん、オーケー。これでにじます焼いて、はい、で、また火を通していきましょう。はい、これも入れよう。あ、いいっすね。食べるしじみ、これ絶対うまくなるよ。これ美味しくなるやつ。あー、いいっすね。わさび醤油でいいかな。完璧。あー、これうまいべ。完璧。海と川のコラボ。はい。あー、うまいうまいうまい。で、これも結構足りない。これを、これを、あー、いいね。うん、こんな感じで、こうなんか揉み込む。はい。口の中も？いや、もうこんな感じでいいよ。うん、あー、美味しかろうって。あー、こんくらいこんくらい、うん、ちょうどいい。結構びっくりするぐらい塗って、うん、で、あとは。飾り状ね、飾り状ね、大事大事、ヒレとかにね、
こんくらいかな。あ、いいんじゃない、はい、完璧完璧。あ、焦げ目ついてる。あっつ髪の毛焼けてる。あ、いいね。もう、ま、間違っていいですか。そしてもういいから待ちきれないわ、はい、あ、いいんじゃない。僕は待ちきれないので、これをいい感じのそのまんま、こう、うん、あーみんな、すまなんだ、うん、いくよ、はい、はい、よいし、いいよ、炊きます。封印、封印で、ここがグツ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 って言ったら、はい、火を止めて、はい、20分ぐらい待ったら良かった気がする。中パッパ、なんて言った中パッパ、はじめちょろちょろ中パッパ。焼肉食うなら家や。バンさんか。危険が危ない。え？焼こ。さあ、塩焼きやっていきます。2匹ずつかね。これはちょっと弱火でじっくり。いいね、いいね。じっくり。だから、時間的にさ、はい、もう30分ぐらいかけて焼くぐらいの気持ちで。うん、だから、これに合わせてね。うん、そうそうそう。いけそう。30分かけて焼きますよ、これは。わー、いい。ちょうどいい。封印、職人、ちょっと弱く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 、あー、いいねいいねいいね、はい、いい感じいい感じ。匂いがね、もうすごい。ちょっと裏返したいからちょっと開けてみようか。これね、超弱火でじっくりやってるから、いくよ、はい、うわー、このさ、あの、あのなんかね、水分が抜けきったのがうまいですよね。そうそう、ゆっくり焼くんだよね。そうそうそう、あの、もうまだかな、どうだろう、待ちっとと思うけどな。待ちっとやね、待ちっとと思うよ。旗見て、はい、待ちっとと思うよ。やば、あいや、これかね、待ちっとやね。あと10分ぐらい、はい、そうだね、超弱火で10分ぐらい、もっと弱火にしよう。それいいっすね。さあ、それでは、はい、はい、そろそろいいでしょう。いいですか、移動します。はい、熱い、あっつ、ドラメよ。ずっと開けるよ、はい、オープン、はぁ、うわぁ、うまそう、わい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 、匂いがすげえいい。これちょっと身をほぐす作業やろうか。あのね、あのね、あ、身をほぐすときさ、うん、なんか走ってこうギュッギュッ。分かってる、それ俺が教えたやつ、俺が教えたの、当時俺が教えたやつなの。あー、めっちゃいい匂い。あっつ、も、持って、柔らかい、うん、縦にして、背骨を押す、すると外れるんだよね。も、もてもてして、すると、ここから、あ、いくよ、骨を取って、持って、というか、もう普通に取れます、普通に取れます。おー、そうそうそう、おー、内臓、あ、内臓がちょっとあったぞやったね。まあ、それも苦味で、そうね、うまいと思う。で、これを取り出して、はい、ちょっと一旦お皿に、はい、わー、ちょっと事後だけ取っとくか、はい、すげー、でも、ね、血合いも結構取れてますね、ちゃんとね。あ、そうやね、いくよ、はい、あ、もうホロホロや、ホロホロや、すでにホロホロや、おしゃれなことせんでよかったね、ね、かっこつけてね、かっこつけんでよかったね、うん、ごめんごめん、俺が悪かって、俺がこう、前教えてもらった後にこう、いけって、そうね。結局悪いのは俺か、いや、俺だよ、そうね。今の行くべきやったー、もう一ターンで行けると思った。おい、だんだん、だんだん分かってきたぞ。今回はキムの勝ちばい、そうね、わー、先行フリー、これこのゲーム先行フリーだ。今回は俺の勝ちでいいですか。いや、俺の勝ちやし、あ、いや、俺の勝ちやし、そうね。あれ、あ、負けた、あー、どつぼにハマってる。うーわ、あらららら、裏側も焦がそう、うん、最後強火で焦がそう。おこげいい、あ、おこげもある、おこげあるぞ、おこげがあるんじゃないかい、パーフェクトじゃないですか。うーわー、これ、うーわ、これはもううまし確定ですね、うまげ確定ですよ、うまげやろこれ、やばいやろ。ちょっともうこれ茶碗に、はい、あ、もち混ぜようかな。完成しました。完成しました。こちらが塩焼きです。わーい。ちょっと熱いうちに早く食いたいね。で、ご飯。ご飯。炊き込みご飯。これキムのおこげ。おこげ。っていうかこげ。こげ。
おじゃないね、これね。焦げやね。足。やばいけど、ちょっとね、ちょっとね、よだれが止まらん。やばいっすね。まずは、まあ、塩焼きからいきますか。そうです。最初はグー、じゃんけんぽい。もう、じゃんけんぽい。イェーイ。それ、魚は海原かわせと言って、ここがうまいんです。背中。背中。いきます。川魚は背中。いきますよ。いいよ。せーの。うおー、うまい、うまい、うまい。フォースコリー。うまい。マジうま。うまがですか？うま。川魚で脂が乗ってる感じ初めてかも。うま。あ、色が違う、やっぱり。うん、うま。マジ？うわ、おいしい。ホックホクね、ちょっとご飯も食ってみようかな。あー、おいしい。あれ、みーないぜ、俺の。おーい、みー、あったあった。みとおこげも入れる。あとほら、しじみも実は入ってる。いくよ、3人、せーので。せーの。せーの。あー、うんま。あ、おいしい。あ、これうまかな。おこげ、こう、ちょうだい。いい塩梅。こう、うまか。うんうん、あー、おいしい。やっぱ味付けはさ、あんくらいでよかったね。そうですね、ちょうどいい。うん、すげえうめえ。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。